AKB48 の小島春菜28が18日発売の写真集刊視、フライデー12-2号講談社の表紙と16ページのブックインブック写真集に登場セクシーな大人の色気で創刊32周年を迎えた同志に大きな花を添えた32周年記念となる同号はカラーページを増量その目玉企画がハワイでロケを観光した 小ハ春のスペシャル取り下ろし写真集だ。チャームポイントのマシュマロビニューに大胆にフィーチャーし、男性シグラビアでは初となるランジェリー撮影にも挑戦している。ブラのストラップを引っ張り、マシュマロビニューがこぼれ落ちそうになっている刺激的なカットや背中を大胆に露出したセクシーショットなどもあり、小ハ春が AKB48 の 写真集上としての貫禄を示すように意欲的に取り組んだ雑誌のクラビアの常識を超えたハイレベルな出来栄えとなっている。担当編集者も小島さんはクラビアに取り組む意識がとても高く、ロケ先まで自前の撮影用の小道具を持参してくれたり、空き時間を使って衣装に使う下着を自分で買いに行ったり、積極的に撮影に臨んでくれて、そのサービス精神に感服しましたと。 小ハ春の積極的な姿勢を紹介。過去最高に美しくて、セクシーなグラビアに仕上がっているのでぜひチェックしてください。と自信を見せている。